マキバスナイパーは日本の競争馬、シュボバ。主な価値案に第24回帝王賞、日本テレビ杯、浦和記念、グランドチャンピオン2000などがあり、北京流園の代表3区である。バレーは9表記で統一する。クイーン賞、カチオールカマー3着など、南関東公営競馬のトップ級品馬であった。 牧場サイレントを半姉に持ち期待されながら1998年1月4日、船橋競馬場でデビュー。4歳児はコンスタントに使われ戸塚記念、東京ワンカップといった重賞は勝てなかったものの6勝を上げた。年が明け5歳になり、条件戦で勝ち星を上げながら、徐々に力をつけ11月末の東京記念で重賞初制覇。その勢いで臨んだ。 東京大賞展は7番人気ながら3着に入った。南関東の有力馬の一頭と目されるようになった、牧場スナイパーは6歳となった年明けの重賞埼玉、新聞杯、放置グランプリカップを連勝。その勢いで臨んだ、交流重賞のダイオライト記念、オグリキャップ記念は4着、2着と勝ちきれなかったものの、秋には10月の南関東 G1 グランドチャンピオン。 2000を姉に続き制覇し、さらに11月の浦和記念で、ダートグレード競争初制覇を飾った。暮れの東京大賞展は、大外枠で発着に終わる。7歳児、アメリカの名手であるケント・デザーモが、息子の治療のため日本を訪れる。デザーモは、当初は、JRA の短期免許を取得し、JRA の短期免許が切れた後は、自宅に帰ることが可能な船橋競馬場で、 短期免許を取得した。帝王賞に向けて調整していた陣営はこれを聞きつけ、これまでの主戦である、堺政治に代わり、デザーモに起場依頼を出した。帝王賞連覇を狙うファストフレンドなどのメンバーが、揃ったが、デザーモの好起乗もあり、リーゼントブラフ以下を抑えきり優勝し、念願の交流 GI 発制覇を果たした。その後、何レスか、ハサミ10月末には、 1> 第1回の JBC クラシックに出走。勝った、レギュラーメンバーには、首差及ばなかったものの、同年のフェブラリーステークスを勝ったノボトゥルーラを、抑え地方最先着の2着に前線した。翌年は、マイルチャンピオンシップ南部杯の3着が最高と、交流 G1 は勝てなかったものの日本テレビ杯月、裏は記念と交流 GII を2勝。その後、 2003年の道の区大正天を最後に勝利から遠ざかり、現役最終年には高崎競馬場に移籍。2004年10月のレースを最後に引退した。2005年に生まれ故郷である千葉神殿牧場で種ボバ入りしたものの2006年に用途変更。産区としてレースに出走しているのはサイバーフルパワーのみである。 金坊が引退後も千葉神殿牧場に留まっていたが、道場の閉鎖に伴って、福島県南相馬市の菅野牧場に移動。2011年に東日本大震災で道地が被災したことに伴い、県内の NPO 法人の下で、功労馬として、余生を送った。2015年1月4日に放送された NHK の旅番組に登場し、訪れた白羽百合が本馬に乗っている。 2016年9月15日に亡くなった。なお、サイバーフルパワーは2010年9月1日付で競争場登録を抹消しており、この時点で日本からボアルセル系の現役競争場は姿を消すことになった。なお、父の母国であるアメリカ合衆国でもボアルセル系はすでに重症に3区を出走させる余力すらなくなっており、2017年時点で強要されている主ュは デーモンウォーロックただ一等となっている。ありがとうございます。